日本中名産だと思うんだろうが、今日ちょっと四国の方にね、急遽行くことになりました。ちょっとまあ旅ですよね。まあ自分も旅チャンネルを長年やってきて、まあ釣りと魚釣りと旅と、まあ両方でやってる中でいろんなものが見えてくる。昨今旅をしないような人増えてるからね。まあコロナや何とかで、ミクロン株とかいろんなもの出てきて、まあとんでもないことになってるんだけど、まあ本当にね、自分らは旅道中ですわな。魚がまた入荷した。魚はやっぱりね、縁があるなということで、今からちょっと四国の方でね、どんなバゲモノと出会うかわかんないけど、準備は万端よ。じゃあ行こうぜ。さあ高速道路を飛ばして、このようにトラックを乗って、今淡路島を越えたぐらいかな、淡路名神の、サービスエリアにやってきました。ファミリーマートでおにぎりでも食べよう。淡路島ゴードお土産多数販売中、室津 PA 下り店見えますか？こうなってますよ、室津 PA 下り店降り店ね、あと3、4時間、3時間ぐらいで、愛媛まで到着します。寒いよ、12月3日か今日本当に寒い。行くぞ。寒い。いやいいね、旅行は。いいっすね。 あんた旅行嫌いやけどな。あんた旅行嫌いやけど。なんで言うの、いやいや、ありのままで来てるから。これはいいね、愛媛は。愛媛県松山市やってきました。いや松山でね、飯食いますよ。もう夜の11時になっちゃった、菊池さん。ねえ、そういわ。もうまあちょっと車で来たから。お大変だったな。お疲れ。もう何時間半かけて来たよ。いいとこやね、愛媛も。久しぶりだな、松山。お前も、いや1ヶ月ぶりやね。松山には来てないだろ。あ、前回来んかった。松山来てないよ。あ、前回直接高知行ったんか。野村行ったぞ。ああ、ちょっと焼肉じゃないけどラーメンかなんか食べようよ。おお、なんか食べようよ。さあ松山の、うん、懐かしいですね、ここ。懐かしいか。まあ松山この辺は500億しとるからね、俺。おお、ただ当時とやっぱり建物とか変わっちゃったね。まあだいぶね、都会的になったよね、昔の。もうお店も全然違うもんね。だからでもちょっと金曜日にして人ガラガラじゃない、これ。ガラガラだね、やっぱコロナの影響すごいな。コロナでさ、村田ゴルフ金も中止だよ、井岡も。あ、なんで。いや、ミクロ株かなんか知らんけど、なんとか株で中止になったの。外国人渡航禁止政府が発表して。ああ、はいはいはい、結局俺のトリプル G の試合が見えなくなっちゃって。あ、そうなん。もう禁止だよ。村田もなくなった、あれ。だからミクロン株のせいで、もう入国禁止で春まで延期。ひどいよ。きついな、ボクサーで延期は。あーなあ、コンディションきついな。これ見てガラガラやろ、うん、これもコロナの影響だろ。影響だろうな。人いないやん。さっきちょっと氷が降っとったもんあるかもしれんけど。いやいや、でも人が金曜日の花金の夜の12時で、前だったらこう500人ぐらいおったな、人。まあな、ゼロやん。ゼロだな。ひどくないか、コロナ。本当にひどいな。うん、近江牛だから。僕、酒飲めないんで。ウーロン茶だ。今日もウーロン茶か、お前。いや、弱いから飲まない。俺も弱い。飲むよ、たまには飲むよ。まあ、じゃあ後で一杯。うまい。オッケー、うまい、うまい。これ、ナムル。うまそうだね、これ。この肉、近江牛。あ、でも50万ぐらいするよ、これ。うまそうだね、これ。1年に1回しか食えない肉だ。ナムル。そうだね、焼肉。うまそうだな、これ。食べて。わ、ちょっとでもこの近江の、やっぱ近江は質が違うな。違うの？英語だよ、これ。うん。特級の肉だから。うわぁ。シイタケもなんか、いい肉厚で、これ。まあ、高級なやつだな。このシイタケもすごいよ、これ。これもう一切れ100円超えてるから。こんだけで200円ぐらいする。こんだけで。いやぁ、する。300円ぐらいするんじゃないか。もうちょい焼かないか。俺はよく焼き派なんだわ。
うわ、これいけるでしょ。うわ、やばいやばいやばい、甘い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 だろ。本当だ、この近江牛うまいな。英語の肉は最高ですね、菊池さん。英語なんか普段俺庶民だから。いや、甘いの肉が、これ甘い、こんなの食べることない。甘いよ、肉は甘いな。そうか、美味しいな。でも皆さん、これ近江牛だな。菊池さん、これ食べて。近江牛ロース、ロース上ロース。いやー、これ一生に一回食えるかどうかの、うん、あとこっちはナムル。うわうわ、こっちなんだ、これ食べれるんじゃないの。これもういける、もういけるでしょ、これ。いやいや、これ近江牛は生でいけるでしょ。はい、ね、まあ、近江牛は生でしょ。そうなの、わかんないけど。近江食べたことない。あ、落ちちゃった、脂身が落ちちゃった。とろけて落ちちゃった油。もういけるでしょ。いただきます。ま、あ、これいいね。これサイコロステーキやばくないか、これ。何これ、なんだろうな。もも肉、もも肉やねこれ。もも、うちもも。サイコロステーキ、太もも、太ももじゃねえか、太もも。ちょうど食べ頃サイズで、お、これ転がして食べるの、これ。このコロステーキ、これ転がすといいんだよ、これは。もういいかな。いや、まだ早い、今乗せたろ、これ。そうか、転がした方がいいよ、これ。もうこういうのは、牛肉は生でいけるって聞いてるけど、ダメかな。いいのか。近江の上身の近江、近江はこれ、うまいよ、これ。近江の身はうまいよ。この肉はうまいね、いいの。しかも上身のよ、これ。あ、上身のだったら、やばいよ、これ。うまいな、いいの。ニンニク丸焼き、これがまたうまいんだよ。ニンニクのホイル丸焼き、うまいな、ニンニク。おお、うわ。じゃあ餃子屋さんでビール一番搾り。うち旅チャンネルだからね。おお、旅チャンネルやな、もう旅チャンネルダメだ。再生回数1500回でも行くけどな。いただきます。明日釣り行くよ、朝から。行くけども、旅の一環だからね。はい、いただきます。餃子、ああ、苦かったよ。これ有名な餃子屋さんだな。旅の餃子うまいね。松山餃子。しかも手作りで一個一個作る前に。あ、そうだね。だいぶ若いな。うまいね。ん、さっきの焼き肉の3倍うまい。あ、それ言っちゃった。うん、いや、これがうますぎるんだよ、うん、さっきの焼き肉レベル低いって言っちゃった。うん、まあまあ値段の割にな、うん、いや、これは安くてうまい。これはレベル高いな、うん、あ、ほか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 、湯気出てるの分かる、これ。湯気出てるでしょ。うまそうだね。あ、うまそう、うまそう。帰ろう、まっすぐ。俺意外にああいうキャブクラとかあんま好きじゃないから。まっすぐ帰ろう。明日行こうよ。いやいやいや、行かないよ。行かないよ、明日だよ。オミクロンのコロナの時期だし。コロナもいないいない。いやいやいや、松山1週間以上ゼロ。そうな、1週間以上ゼロ、まあ、あんまり、うん、まあな。おはようございます。いやー、よく寝たな。うん、今日はちょっと愛媛をね、松山市をちょっと観光とかしたいなぁなと思ってます。菊池さん、おはようございます。おはよう。なんか2人で寝て、なんか俺たちそういう関係と思われる。たまたまなんかついの部屋だった。俺たちそういう関係じゃないからな。そういう関係じゃない。俺マジで興味ないから、男は。お前にも興味ないよ。でも今なんか同性愛がすごい、あの、同性愛差別は良くないってことでさ、ああ多いからさ、うん、まあ俺とお前がそういう関係でもおかしくないやん。おかしくないかもしれんけど。らしいぞ。だって、だ、え、この人がみたいな。あ、なんかプロ野球選手おったん、誰か。そうなの。なんかプロ野球選手、名前忘れちゃったけど、プロ野球選手同士でな、なんかすごい。そんなことあるの。おお、で、噂な、インターネットの噂やけど。知らない、全然。いやー、そうなんじゃん。
いやだそれでなんかさチンコこうやって男同士でしゃぶっとるか思ったら今それをお前見て思ったよ。そのサングラス怪しいぞ気持ち悪い。なんだそれ、お前チンポしゃぶられたくねえよ、まあ、興味ないもん本当に。 俺は男に興味ないけど、しょうがないわ、気持ち悪いわ、まあ、ということで今日ちょっと愛媛松山に来て、うん、今日、まあ、昨日ちょっと、まあ、遅かったから夜着いたのが12時やったもんね。そうだね、ちょっと昨日遅かったね。だからちょっと焼肉と餃子食ってもう疲れて寝て、疲れたね。でちょっと話し込んでないよ、なんか話し込みちょっと長くなっちゃったな。2時間ぐらいな、いろんなことだな、うん、いろんな人で、まあ、俺のアクアリウムの友達もおるしな、もうターボさんのことも心配しとるしな、俺らはな。ターボさん、うん、ターボさんも今、うん、もう大変なことになってもう心配しとるしな。世の中の人のやっぱ思いやりよ、俺らは。新しい動画上がっとったやつ。何が？ケガニおじさんか。ケガニおじさん、え、いやケガニおじさんじゃない、テルちゃんって言う人俺の周りな、テルちゃんって言うと俺の周り、特にテルちゃんだわ、うん、テルちゃんが今なおかしなことになって、うん、まあ、俺も心配しとる、テルちゃんは。もうテルちゃんが、だからまあ、泣きながらも電話かかってきたわけだわ、うん、なんとかなんとか、もうと。てるちゃんってお前の友達なの？そう、友達でしょ。友達なの？ちょっとしたな、うん、てるちゃん、そんな困ったんやったらなんか、まあうん、俺なんか一肌でも二肌でも脱いでな俺の協力できることあったらなんかちょっと協力するぜと、うん、お前が作った動画か、あれまあまあまあな、ああそうだから俺が協力できることあるなら、うん、なんか一肌でも二肌でも脱ぐでて、てるちゃんも お願いしますって、謙虚な人や、あの人。てるちゃん謙虚なんだろうね、多分ね頭下げて、頭下げて、うん、自分の手、自分のこと、自分がゴキブリです、自分がゴキブリです打ち切ってお前土下座しまくってごめんなさいとかって、お前打ち切って土下座しまくっちゃって、お前土下座したの？土下座だよ、もうやばいな、てるちゃん何べんも、あの人プライドも何もないでも今、でもそんぐらい今のミクロン株、んコロナからのミクロン株か、で今昨日の松山もガラガラやったんや、人。そうだね、だみんな大変で頭おかしくなっちゃって、コロナうつやわ。はい、ゆっくりしてたら10時超えちゃいましたよ。来たね、今日ちょっと釣りしながら愛媛の繁華街とかもちょっと見たいななんて。繁華街どうなんですか普段？なかなかね、やっぱり松山駅とか松山城、そういうとこ行く、まあ行ってもしゃあないけど観光しちゃう、今日観光しちゃう、釣りやめて。いや釣りはしようよ、釣りはね。釣りはやる、散歩ぐらいして、あー釣れねえなーとかっつってちょっと車どっち止めた？どこ止めたっけ？向こうだろう、こっちか、こっちか行ける。あれ有名な愛媛銀行じゃないですか。え、愛媛銀行、ああそこにあるの。おい、そうだよ、すごいね。どうしよう、いや愛媛にも銀行あるんだ。銀行あるだろ、名古屋、うちの名古屋だ、名古屋とかな、名古屋銀行、名古屋銀行とかそういうの、ね、愛媛 UFJ は、 UFJ ないのか。愛媛 UFJ はない。 あるんだ。あ、ないのか。その全国の UFJ かなんかある。あ、あるんか。あるよ、当然ある。 UFJ 支部があるのか。 あるある、松山支部がある。あ、バスで、これ何バス？電車。あれ何？伊予鉄健康ランド？伊予鉄バス。何？伊予鉄バスと伊予鉄電車。あれ何？電車、昔の古いのは？もう全部あれになった？いや、あるよ、昔の、あの昔ながらの。あれ新しいよな。汽車みたいなやつも。昔のなんか50年前のな。あるよ、あるよ。なんか新しくなったよな、電車が。ちょっとやっぱあの段があんまりないやつとか。キュウさん、今時市内電車があるって愛媛ぐらいよ。もうなことねえだろ。名古屋40年前に亡くなった。もういろいろあるよ。昔は名古屋も。広島もある。あーそこ宇治中。あるだろ。あれ危ないな、広島も。あるぞ。もう名古屋も40年前に亡くなったって。あーそうなの。昔は名古屋も一緒。うん、こういうあのデスバス。はい。あ、松山いい町ですな。ね。お前どこの町が一番好き？広島かな。広島だな。広島が好きか。ああ、広島はいい場所よ。広島はいいな、雰囲気がいいわな。うん、俺広島でバイトしとった昔、劇団で。もうやっとった。劇団の劇団員として働いてた。やっとったな。広島はいいよ、ただ名古屋はな。名古屋お前、名古屋けなすね。名古屋は立ち悪いんだ。名古屋ダメか、そんなダメかな。ダメだ、名古屋は立ち悪い。ああ、そうなんだ。うん、俺、わかんないけど。名古屋民が怒ってくるんだよ。あんまり名古屋悪くんのやめてくださいって。名古屋な。でもまあ確かに、俺も注意してみとったら、注意してみとったらね、全国のニュースで、なんか凶悪な犯罪とか起きたら名古屋が多いんだ。いや、名古屋はな、なんか、でも、
良し悪しがいい面もあるのよ、すごい。いや、それ当然あると思う。でも、大阪はあるやん、うん、大阪も立ち悪いな。なんか名古屋多いで、いや事件。また名古屋の人優しい、しょうもない事件が。いや、大阪も立ち悪いらしい。大阪もあるだろうけど、大阪もな、あそこまだまだ関西の人敵回しとるけど、うん、大阪もいい面もあるんや、商人の街で。いや、あるよ、それはどこだっていい面あるけど、やっぱり義理人情の街でいい面あるんやけど、俺も大阪人に何度も助けられたの、迷子になっとる時に。あ、そうなんだ。大阪人いい人多いんやけど、まあ質の悪いやつもおるな。あ、まあどこでも質の悪いやつおるんだ。いや、の割合や。ああ、そうそうそう、質が悪い、質が悪いやつのおる割合な。おるんだよ。で、松山もまあ6手もないのもおるけどな。まあおるよ、そりゃ。もう松山も多いけど、ゴミみたいなやつ、うんこみたいなやつおるよ。ああ、こいつうんこだなーって。おるんだよ。おるよ。でも名古屋もな、あれ中部地方っていうのはやっぱり性格悪なるな、あそこは。ああ、名古屋な。あ、なんだ、ひどい街なんだ名古屋。そんなひどいんだ名古屋もな。まあいい面もあるけどな。俺も生まれ育った、あの、名古屋生まれやな、実は。あ、お前名古屋生まれだったっけ。名古屋で生まれたのは名古屋やからな。そうなんだ。名古屋だからいい面あるんだよ、味噌煮込みで。ただちょっとねっとりしてるな、名古屋は。あ、ねっとりしてるな、これ。性格がくどいというかな。 SKE な。あ、で、東京の人間は冷たいやん。東京はね、関東は冷たい。関東の人はもう人を人と思わんって聞いたんだわ。関東はね、あ、うん、冷たい。それ見たら大阪の方がええわ。困ってる人、ギリギリ人情あるよ。困ってる人ったら助けるやから。関東の人はもう関東以外はゴミと思ってる。関東はね、人じゃないと思う。いや、人に関心持ったら負けっていう変な街なんやな。人が多すぎちゃって、ひどい街だって。関東からしたら四国なんかほんとゴミ扱いやで。まあな、やっぱり北海道は結構いい街やけどな。あ、北海道行ったことある。あるよ、何度も。あ、ある、何度もある。帯広から日本、北海道一周しとるよ。おお、すごいね。うん、ただ九州もまた立ち上がり。九州いいじゃん。いやいや、九州もな、やっぱり閉鎖的でな、そこは。あ、そうなんだ。うん、だからもうあれだわ。四国も結構閉鎖的だよ、やっぱり。で、おじいちゃんが、おじいちゃんにとっては松山の、おじいちゃんが。松山以外の飯は食えへんね。言うとったな。言うとった。でもうちおじいちゃんにとるも、あの、松山以外の飯食ったらまずいのし、人間が腐る言うて。名古屋のな、飯まずいってな、魚まずいって。いかいか言うとった。ちょっと皆さん、これ冗談ですからね。これ真に受けるやつおるから。言うとったで、ほんと。これこのライブ見てな、うち、あの、視聴者真に受けるやつおるから気分が悪いとか言って。関西をバカにするんだけど許さんとかさ。どうでもいいか、そんなやつな。いやいや、地元愛ってそうや。いや、別に言うのは勝手じゃん。 お前地元愛ある？あるよ。松山愛ある？なんだかんだあると思うよ、やっぱり。普段そんなこだわってないけど、まあ俺はそんなないから。まあいざという時やっぱ出るよ ね、 なんかね。そうか、うん、まあ、ちょっとしたこだわりが出るよね、松山の。あ、松山もな、まだいろいろいろんな人おるでな。なんか、まあ、松山いうか愛媛県ね、やっぱみかんみかんって結構言われるけど、やっぱなんかみかん愛媛が一番じゃないかなとか思ったりするよね。なんかあるよ、そういう。名古屋の人間って愛媛の人間バカにするとこあるね。あるの、名古屋。ある。名古屋。なんか愛媛って言うと、愛媛バカにしてるの。この間言われたんや。どこから来たっつって、俺愛媛から来たって言ったら、あれ水道とかあれひねったらみかんが出るらしいね。バカにしてるな、それな。言われたんだわ。バカにしてるわ、ほんと。二言目には、なまっとるよって言われた。なまっとる。なんか言葉のあれが違うと。違うって。おお。で、うち親が名古屋人だから名古屋弁なんや、俺は。そうだな、お前な。で、親が名古屋だから。だからちっちゃい頃から。ずっと名古屋弁聞いとるからイントネーション名古屋なんだよ、うん、ちょっとなまるじゃん、名古屋住んでないから。もうずっと18まで俺ここにおったからね、四国に。だからまあその時名古屋の陰気な町やったな。ああ名古屋な。広島もええ子もおるけど、まあ嫌みなやつもおる。ああまあ広島は嫌なやつもおった。あ、広島、まあ、広島は広島カープがあるから広島いい町なんだけど、うん、嫌なやつもおるんだわ。ああそうか。くどいのもだいぶおる。まっすぐまっすぐ言うてもいい。まっすぐまっすぐ言うてもいい。今何ずっと言ってる。まっすぐまっすぐ。ワッツオワッツオって言ってた。悪口言うだろ、お前。ワッツオワッツオ。悪口言うな、お前。まあいいやろ、ここ。ん、愛媛は。おー、愛媛いいよ。お好み焼きとたこ焼きはうまいな。いや、たこ焼きがうまいんじゃない、やっぱり。いや、うまいよ、大阪は。名古屋のね、お好み焼きうまいちだな。あ、名古屋ってお好み焼きあるんだ。うん、あるけどあんまり少ないし、その辺は大阪とか松山の方がうまいよね。ああそうだろうね。乗ってきましたよ、うん、この手前に穴があるんだよ、そこ投げたら釣れる。ちょっと釣ろうか。俺今回ね、竿1本しか持ってきてない、これだけ。はい、この
冬場はどうやって攻めるんですか。冬場はネチ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 ね、ワームネチ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 攻める。やっぱ野池はいいよね。野池のね、この冬、うん、久しぶりに来たね野池。あのおばあさんの知り合いか。あそこ歩いてインタビューしてみるか。あのおばあさんに見せて、ルア。これいいやん。これ何、アイバーシャットレアリス、ロザンテ、ロザンテ、ロザンテいいよ。ちょっとあそこ穴に打ち込んで、ロザンテで釣った俺3年前に。そこで50な、うん、静かに穴 そっちから降りて、そっちから降りて。反応ない。反応ないね。真冬でも釣る。何投げた今。見て。うんこ。ノーシンカーブルフラット。うんこ色か。うん、これ釣れるんだよ、これがノーシンカーでね。ちょっと今日渋いな。やっぱ12月3日やん今日。12月3日って水温が急に下がって、急激に下がっとるね。やっぱ深いラインにおるかな。どうだろうな、もうおるけど食わないんじゃない。いや深いラインだから。どこにおる、真ん中におるな今は。浅瀬におる感じですね。もうだから真ん中の深いラインを全部打って、うん、で俺も打ったんやけど全然釣れんだわ。ああ、なんか食わないんじゃない、とにかく。そっか、菊池さん、今今日もうそろそろ視聴者が菊池さんに何か求めてますよ。何を、何かを。なんだ、お願いします。こうか、こうか、こうか、これか。パーッ、釣ってくれ、釣ってくれ、菊さん。おう、はい、釣れよ。クリとリスを合わせて、クリとリス。ちょっと食ってくるといいな。俺も散々今ずっと向こう行って投げたけどさ、なんか反応全くないね。いや、釣れない。ちょっと息移動しようか。うねえ、なんか鳥の鳴き声がいいな。さえずりが。ちょっとどうやって攻めようか。さすがにちょっと坊主で終われんで。あ、そうか、うん、巻物かな。いや、もうこういう池でやってる限り坊主だよ。いやいや、そこで一匹にひねり出そうよ。ちょっとこのままじゃ坊主になるわ。2月寒いわ。いろんな池回ってるんだけど反応がないね。めちゃくちゃ寒い。よし、いきなり転んだぞ。再生ボタン押した瞬間に転んじゃった。水が冷たいな。山から水が来てるな。ちょっと粘っていくしかないぜ。ぶらり旅、一匹でいいんだよ。反応ないんだよ今日。やっぱ12月入ると一気に寒くて、めちゃめちゃ寒いよ。今6度ぐらいだわ。寒っ。ちょっとなかなか渋いっすな。寒くて反応は全くないです。どう、寒い、寒いね。寒いんないけど反応がないからさ。寒いから反応ないんだよこれ。いやだからこの池のさ、めちゃめちゃ寒いよ。どっかで深いラインでじっとしとるやん。ああ、目の前に落としたら絶対食う。で全部探してこなあかん。そんだけの気合があるか。やるよ、あるか、やるよ。それはやるんか。するまで帰らへん。やるんか。やれやれ、するまで帰らんぞ。釣れないな。おお、まだまだや。もう渋いか。渋いです、渋いです。ちょっと景気倒れにあれを一発やってくれよ。なんだ、なんでもいいよ。クリちゃん、クリクリクリちゃん、クリクリ。それ受けが悪いんだよ。これか。うん、それ受け。クリちゃん、クリクリ。それ全然嫌がっとる、子供が子供が嫌がっとるらしいぞこれ。あ、そう。
家族で見れないんでやめてくださいって。ああ家族ね、家族で見れなくなる、見る番組じゃないからこれ。そうなんで、うちな、うち18禁だからか、片手キャスターむずいな。おまんこ、おまんこ、ちょっと釣れよ釣れ釣れ釣れよ。アリーナと渡りよ、ペロ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 。いろいろ投げてるけど反応ないっすね。ないな、厳しいっすね菊池さん。寒さにもだいぶ慣れてきただろ。やっぱ投げて動いてると暖かくなってきたね。ただ反応がないな、腹立つな。ないわ。やっぱそこじゃないか、シャットじゃなくて今日は。うん、かもね。俺今そこずる引きでば今引いてきとるけど。なかった？全く魚影がないな。今日松山ぶらり旅に変更するか。そうだな。ラパのおじさん。まあでもちょっと釣りも池もいるんで投げて一匹ちょっと魚影みたいだよこれ。魚影な。奇跡の一匹だ釣れたらこれ。ちょっと投げてこう。寒くて渋いね。このリール見てこれ、かっこいいよね。そう、前回海釣り行った時の砂がついてるな。全然壊れないの、このちょっと雑な扱いの俺が使っても。これもう4年目か。エクセンスの C3000HGM、 これ紙リールよ。渋いね、渋い。今日渋い。さすがに釣れねえよ。ちょっと移動して投げるしかないで。どうするか、ちょっと釣れそうなとこ行こうよ。渋いな。渋い渋い。まんちゃんとくりちゃんが結婚したらどうなるの？ペロリンチョー。富士さん、はい、ちょっとさっきからもう延々打ってるけど来ないな。そう、寒い寒い。でちょっと今そこ右回ったらその鯉屋さんがあるの。錦鯉。アイカ堂花畑と錦鯉の庭園、リンリンパークに来ました。さんがいるかな。はい、よし、すごい来ました、リンリンパーク。えで、これは大正三色。あー、これもう30歳ぐらいだからやっぱ雰囲気が年食っとるね。うわ、すげえすげえ。いや、すごいよ。やばくないこれ、リンリンパークの声。活性高いぞこいつら。12月でもう餌切りの時期なんだよ。すげえ。うわ、触れそう。触れるよ。これ100円分200円。楽しいか楽しいか。鯉の上を鯉が数がすごいよね。これ全部結構年取っとんやって。いや、すごいもん。ダイレクト。ちょっとなんか皮膚がさ、年食っとる感じのおるやろ。すごいよ。すげえなこいつら。いや、まあ慣れとるからな。あれなんか変わり声かっこいい。これ何こいつ、背骨曲がっとる。これ見て、これ中もなんか池があるけど、こっちもう一匹おるぞ。でかくない、あの子。うわ、怖い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 。めいちゃん、おいで。怖怖怖。でかい。ちょっと、怖怖怖。お前怖いよ、でかいから。で、体重多分80キロくらいあるぞ、あれ。今のめい怖かったな。突進してきたもんだ。うん。めいちゃん、おいで。めいちゃん。めいちゃんも可愛いな。お乳が出るの？乳があるね。すごい。めいちゃんメス。おまんこ見えてる。え？めいちゃんのおまんこ見えてる。いやいやいや、そういう話じゃないね。じゃあ。これもだね。おお。じゃあちょっとこっち。あ、池があるよ。ここは何だろう。ろ過槽かな。あ、おったおったおった。ちっちゃい鯉がおるな。これもおるじゃん。うん。なんで話してんだ。できそう、あの川とか。いるよ。お、ここもいるよ。すげえ。うわ、すげえ。ここは売り物だと思う。今年
生まれた、去年生まれた。何匹か買って帰ろうかな。アサギがいるね。五色、あ、高そう、この五色。五色が買おうかな。おお、うん。これは金魚だね。やる。うわ、こっちにも池があるわ。へえ。なりました。お。やっぱ旅の間にそういう記念の恋よね。うんうん。どうやって持って帰るの？ね、郵送してくれる。してくれる。あの単調高いかな。用意してもらってます。あー、すげえ。何歳？これは多分2歳とかですよね。そうですね。2歳ぐらい。はい。ここで繁殖された。いや、これは違います。あ、違うんですか。これは違います。はい、あ、結構いろいろいるよ。スッポンのもおるんやけど、これは違います。あ、これ広島から。あ、広島から。はい、あれはちょっと五色一匹と。うお、かっこいい。かっこいいよ、菊池さん。かっこいい。うん。うん、じゃあこの、あ、この三匹もらおう、いただきます。これが多分、これね。広島から来たアサギで、その新潟のどこから来たとか分かるんですか？屋号ですか？や、屋号さんっていうところがあるんですか？屋号はね、はい、あんまりやけど大崩れっていうとこないんやけど。お、大崩れ？はい。何ですかそれ？屋号。あ、大崩れっていう。少ない。落ち葉しぐれとか、あのこう変わった品種になるから。はい。普通はやっぱりあの御三家って紅白とか。はい。大正三家とか昭和三家とか。はい。あ、うん、あ、でもこれかっこいいっすよね。なんか模様が綺麗で。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、錦鯉を買うことに成功いたしました。これでちょっと来年も繁殖して、繁殖のコツを教わったからね。まあ、まあ、田舎の人は素朴でね、優しい人でしたね。いや、いいでしょ、錦鯉たまには。もういいね。ああやって俺も買ってみようかな。上だから水槽で120センチ水槽はいるけどね。いや、池掘ってさ、池、あの、家売っちゃい。せっかくだから池掘って。いや、家を売りなさい。うん、4000万それで。それかな。やって借りるんだった。田んぼで育てるもんなの。そう、田んぼで借りて、でショベルで穴掘ってもらってな。はいはいはい、うん、でそれでそこに水入れてな。なるほどな。で鯉育てて餌やりして、で繁殖したり。繁殖して儲かるか、5億なるか。そうだからお前産むやろ、1匹2億で売れとるやん、最高い声は。だからなんでちょっとご飯食おう。どうやん、ちゃんぽんとか。こういうところはダメよかな。美味しくないよね。いや、美味しいよ。こんなの森林パークの刺身定食、そしてエビ天丼特盛り。林林パークで錦鯉の絵が描いてあるもん。これ所さんとこがずっと見とったんかもね。多分そうだよね、近くだもんね。ここは四国屋で、今からおまんこご飯を。これやばいわ。何？なんて聞こえんわ。おまんこご飯ちょっとやばいわ。人がいっぱいいるから。あ、星さん、愛媛のエビ天丼食べたって。おまんこ飯、これちょっとかけたって。おまんこ飯かかったの。かかったの。あ、かかったです。かかったの。おまんこ飯や。ゆなさんもおまんこ飯。味噌汁も見せて。まんじる。下ネタ、下ネタやめか。もうダメだ。次に行って、得点を。得点いっぱいあるじゃん、これ。すごい。ちょっと一個ちょうだい。一個ちょうだい。うん、かぶよ、これ。もらうよ。うん。あ、うまい、うまい。うまい。うん。いただきます。本当にうまい。お。まあ、炊きたてだろうな。うん。うまい。これ愛媛のリンリンのこれ刺身もうまいんじゃない？刺身定食。今回のも料理動画だな。うん、料理旅。釣り、うん。明日はがっつり釣りやろう。やるか？まあ今日も5時間ぐらいやってる坊主やもんな。うん、記録がないぞ今日。明日やろう。さすがに坊主のまま帰れんだろ。まあな。シコシコしてる、これ鯛。愛媛のマダイか、これだと思うじゃん。シコシコしてる。うまいか。うまいよ。
いただきます。このインスタントの味が美味しいわ。インスタントの味、うん、インスタントっぽいけど、それが逆に、これおばあさんが手作りで作った茶碗蒸し。タンバラだね。うん、タンバラ、そうだよ。タンバラはいいとこやね。はい、程よい田舎でな。ああ、いいよ。ドライブがやっぱ癒されるよ、愛媛旅は。ドライブは今日は結構多いからね。ドライブ、ドライブもいいでしょ、たまには。いいね。 あとやっぱ濃い屋さんも良かったし。濃いな。池もね、あとご飯もちょっとさっきのまずかったけど、ちょっとだけ、美味しかったな。でも腹減ったから。ああ、まずかったか、刺身。まあまあ、まあね、まあまあ。まあ、エビ普通だったかな。まあ、うん、美味しかったな。ねえ、松山は。どう、天気良くなってきたね、今頃。ああ、ちょっと池行くか。いや、今日は終了だもん。何、やる気ないんか。あ、ちょっと疲れたでしょ。まあな。な。そこな。うん、友人がやってるアクアリウムショップ。カラオケ行って、お前一曲歌ってもらってもいいカラオケ、うん、カラオケビッグエコーで。アリの戸渡り、アリの戸渡り、アリの戸渡りをペロペロペロン、ペロそう、クリちゃん、おまんこ、アリの戸渡りなんだろ、クリちゃん本当やったほうがいいんじゃないか。クリちゃん、クリクリ。松山市農業組合。菊池さん、菊池さん、これがね、俺アクアリウムを結構俺も極めたんやけどこういう風になるのよ。ダイヤモンドヘッド。ダイヤモンドヘッド、うん、何、どれどれ、分からん。ここにブラックバス話してみよう。犯罪だからやめなさい。お、ツッカーのテトラっていうのがいるんだ。ラスボスアクセルロディ、ネオンブルー。うん、だろう。ここに恋話してみようよ。恋、恋はちょっといかんな。綺麗だね。なんか去年より水草が相当生えたね、これ。伸びたのね。うん、綺麗じゃん。そうだな、うん、一応手入れしてあるから。これもこれ、これ菊池さんの家に置いたらええやん。これ丸ごと、うん、店長に言ってこれ丸ごとくれー言うて、うん、これ送ってくれ言うて玄関に置けや。あんたの玄関のとこあるやん。こんなに大きいの置けないよ。興味がないと。この人犬だったら50万でも100万でも払っちゃうんだよ。犬なんかもう糸目つけないのに。やっぱり好きかどうかやね。まあ、好きやったらこれね、買うんだよ。あ、金魚みたいなやつ吸い付いとるな、あれの。この魚好きだわ、俺、これ。このタナゴみたいな。うん、あれ、うん、ヒレがでかいやつ。うんうんうん。パールグラミーがいる。イケンさんの メカクラウン。おーのー。かな、これ魚の梱包出荷作業だ。綺麗ですね。うわ、これグッピーか、うん、グッピーっぽいな。綺麗な魚だな。俺のアクアリウムの特許、アクアリウムちゃんが俺が作っとるでね。もうこうやって育てとる。あーな、スタッドちょっと故障したんでちょっと買います。ベタでさ、こんな色目のやついるんだね。これ錦鯉で売ったらどうだ。これ1000万円どこじゃすまんで。これ錦鯉再現するよ。おらんな、水色がおるよ錦鯉って。この濃い青、これ1000万超えるよ。これはこれが老けるのは早いね。もう冬は早いよ。釣りして坊主で錦鯉、うん、いろいろ散歩、いろいろ行ったね。アクアリウムも行ったしね、あとは旅館の、旅館かビジネスホテルか今日。うん、ああビジネスホテルで、ね、まあちょっとうどんでも食って、うん、まったりするだろう。とんかつでも食べて、うん、ねえ、うん、とんかつか、いいな。松本清志、あれあれ大海道か、あれ銀殿か、大海道、大海道か、ちょっと大海道あたり歩くか。歩く。
街はいいね。お、おはよう。お、奇遇じゃないですか。お、散歩しとった。ちょっといい目の街、ぶらり旅釣り旅いいですね。ぶらりしすぎたね。ぶらり昨日の最後の釣りしてねえじゃん。締めのラーメン、うん、あれが食べすぎた。まあな、ニンニク食ったやん。で胃がもたれて、でさらに今朝食もったいないっつってドカ食いして、お腹パンパンになった。太り旅だ、愛媛。太り旅だな。ぶらりじゃ、ぶらりじゃない。太り旅、食べすぎ。普段の倍ぐらい食っとるあの完全に普段の倍の量を食べとるから、ちょっと腹が今、朝食もがっつり食っちゃった。まあ朝食も結構美味しかったから、ね、朝から刺身はちょっときついな。いや、あの刺身ちょっと生臭かったな。なんかちょっといまいちだったな。動画撮らんかったけど、レベルが低い。朝食、あれマグロとアオリイカ持ってこいっつってな。 あれはちょっとあれ、まあ、あのカマみたいなやつあったじゃん。カマもちょっとな、うん、三流の味だ、うん、一流の店行こう。ああ一流行くか。か逆に一流598円だけどなぜかうまい、その B 級グルメ。俺らは B 級グルメあるの。あるある。行こうかそれ、うん、今日太り旅だ。太り旅行こう。 B 級グルメだ。ああ